ご紹介ありがとうございます。東京大学の小寺と申します。本日はこのような機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。まず私のタイトルはですね、複雑骨折ではなくて複雑骨格なんですけども、そういう複雑な化合物がどうやって整合性されているかということを、昔から興味ありまして、それに関する研究を行っております。あとは、私の名前はマサアキコテラでして、これの頭文字を取るとマスコットになりますけれども、マスコットといえば、質量分析ということで、ただ、マスコットは僕は使ったことがないんですけど、僕は、プロテオミクス系ではなくて、低分子系の、メタボロミクスの方に、質量分析の方にちょっと興味を持って研究を進めております。で、まずはちょっと余談からなんですけど、私の経歴としては、そうですね、先ほどご紹介ありましたけれども、ダブリン大学にて、エンザイムインフォマティクスという、ことをやっていまして、その後、京都大学、こちらの、ここで学位を取ったんですけども、バイオインフォマティクスをやって、その後、バイオとケモの、前からケモっぽいことをやってるんですけど、それは東京交流大学におりまして、その後、今の場所では東京大学でケモインフォマティクスをメインにやっております。で、研究内容として、結構いろいろやって手を出してるんですけど、共通点として結構多いのが、生体分子関係のものが多いですね。あとは、ちょっとこの辺、別の資料で作って準備したものなんですけど、講義内容としては統計とか Python プログラミングなどを担当することが、しております。あと、現在のこの、所属の研究室では、そこで、ホストしているプロジェクトがありまして、これ、AISHIPS というものがあります。で、これは、ここでは細かいことは申し上げられませんけれども、毒性関連のビッグデータを用いた人工知能による次世代型安全性予測手法開発に向けてという、こういうタイトルのですね、AISHIPS というプロジェクトをやっておりまして、そういう人工知能を用いた化学物質、一般的な化学物質の、例えば感毒性とかですね、今主にやっている感毒性ですけど、それの予測などを行ったりもしております。で、あとは、当研究室でですね、いろいろなことに手を出しているんですけども、今ちょっと最近発表されたものとしては、こちらですね、無機材料の組成式をもとにした物性予測のための技術士開発ということで、無機化合物の組成式があります。AXBYCZ という組成式から、その無機結晶のですね、物性をですね、例えば生成エネルギー、密度、骨折率などを予測するっていう問題、を解くための記述紙というものをちょっと開発しましたという、そういうような内容のことも最近発表しております。そういうのが、このあたりがですね、そのケモインフォマティクスと呼ばれる分野の一部でして、機械学習を使った何かその化学物質の物性予測などが、非常によくあるテーマになります。で、あとこれはだんだんこのネタスライドなんですが、だんだん使い古していて、だんだん笑いも取れなくなってきてるんですけど、天然成分だから、植物性だから体に優しいというフレーズが私ものすごい大好きでしてですね。それで本当に体に優しい化合物がたくさんあるわけです。トリカブトとか毒ゼリとかあるわけですね。で、これが、なんで、彼らはこういう植物はこういう生き方をしてるかというと、身を守るためというのが、簡単な説明になりますけれども、じゃあこれを食べる、生き物のも結構たくさんいるわけですね。じゃあそれで、主に昆虫を対象とした研究をもっと行っておりまして、それで開発したものが、昆虫食草ネットワークデータベース、インセクトインDBというものになります。こちらちょっと基本的には英語版で作っているんですけども、暫定日本語版というのも作っておりまして、こちらの、URL にアクセスしてもらうと、こういうページにアクセスされまして、そして、いろんなアゲハチョウ科とか、いろんな、蝶がですね、何が何を食べるかっていうのは大体決まっているんですけども、それをちょっとネットワークをちょっと眺めることができたりとかですね、することができます。これと、2017年にサイエンティフィックリポートにちょっと論文にしました。ここで、日本に生息する545種の蝶と、それの、食べる食草ですね、の関係が記述されていまして、じゃあこれで実はこれテレビで紹介されましてですね、統合テレビで紹介されました。皆さんの使い方を一覧することができます。
それでですね、それ以外にもちょっといろんなことをやってるんですけれども、生体分子を介した生物的相互作用の化学情報学的解析ということで、下に書いてあるのが、まあ、医薬品ターゲットネットワークということで、医薬品化合物とそのターゲットタンパク質とその薬理活性もしくは副作用との関係が、まあ、すでに分かっている関係があるわけですけども、それから、未知の関係を予測するっていうそういうような、研究もいくつか行っておりまして、まあ、それとものとしては違うんですけれども、先ほどの昆虫と食草の関係から言うと蝶々と、まあ、蝶々の、まあ、厳密に言うと蝶々の芋虫ですけど、芋虫とそれが食べる食草とその食草が持っている化合物の関係というのは、まあ、ネットワーク図を書くことができるんですけど、まあ、それの解析なども行ったりなどしております。で、ということでですね、本題に入りますけれども、複雑骨格分子の、整合性単位予測の説明に入りたいと思います。私が、ずっと興味持っておりますのは二次代謝産物と呼ばれるものでして、先ほど、蝶々と、昆虫と植物の関係でも説明しましたけれども、植物はなぜ二次代謝産物を作っているのかというと、まあ、全部がそうとは言い切れない部分はありますけど、まあ、基本的には、まあ、自らの身を守るためですかね、それ以外にもいろいろあるとは思いますけれども、それで、抗生物質や色素など、生命、維持に関わ直接は関わらない と言われている、臭特異的な物質のことを、二次代謝産物というふうに呼ばれています。そして二次代謝産物は限られた数の整合性単位と呼ばれるものからなっていますと。で、そして整合性単位、これを解明することがちょっと私のずっと長年興味を持っていることでして、それにですね、まあ、私が質量分析に興味を持ったのは、アンターゲットマススペクトロメトリーっていうのが、まあ、もうご説明する必要もないかもしれませんけれども、まあ、それの、うまく利用できないかなと思ってずっと、まあ、考えていながらなかなか手が出せずにいるというところなんですけど、いろいろな状態になっております。それで、まあ、アルカロイドとかテルペノイド、プロテチドとかフェノール性化合物などいろいろなものがありまして、まあ、それの、その中にはですね、構造がものすごい複雑なもので、じゃあどういうふうに合成されているのかよくわからないみたいなことが あるわけです。それで、代謝系量子の先行研究と書いてありますが、これ2つ並べてありますが、2つとも実は私の名前の入っているものでして、1つは、1異性体を考慮した、基質性生物ペアの予測ということで、化学構造変換パターンをもとに潜在的な代謝経路を予測するというような、研究もちょっと行ったことがあります。これ、まあ、弱点としては仮想的な中間体は扱えないと、すでにデータベースにある化合物間の、まあ、ルートを発見するということには使えるんですけども、データベースにない化合物は扱えないという弱点があります。あとはもう一つはパスプレッドという森谷さんがメインに開発されたものなんですけれども、これ植物二次代謝産物だけではないんですが、まあ、それを含む整合性経路を予測することができると。仮想的な中間体、データベースのない中間体も扱うことができると。ただ、まあ、弱点の一つとしては、出発物質にたどり着かないことがあるということで、まあ、これはまあ、この出発物質を扱うというところが、まあ、今回のテーマということになります。で、開発したソフトウェアっていうのが、イメージ図がこういうものなんですけども、二次代謝産物の整合性、単位を自動的に予測ということで、例えばこのよくわからない化合物をですね、これの、整合性経路はどうなっているんだろうとか、この、まあ、どういう化合物から来ているんだろうみたいな、そういうことを調べようと思ったときに、まあ、私どもが開発したプログラムに入力しますと、まあ、出力結果としてですね、こうやって色が塗られまして、この赤い部分はこれから来ていて、緑の部分はこれから来ていてみたいなことを予測してくれると、そういうプログラムを開発いたしました。そういうことで、まあ、出発物質がどれかということは大体分かるので、それからじゃ出発物質と出力結果の間の経路を予測するという、そういう、整合性の経路推定を支援することができると思います。で、まあ、これがまあいきなり結論なんですけど、じゃあどういうふうにするかっていうと、まあ、以下のスライドになります。まず、整合性単位ライブラリというのをまず用意するということから始めたんですけれども、整合性単位という概念がまあすでにあるんですけど、まあ、それの拡張して3タイプに分類しました。で、これでここにあるのがタイプ A というもので、イソプレーン単位とかエンドール C2N 単位などの、まあ、生化学の教科書、二次代謝の教科書などには載っているような内容なんですけれども、そういう本来の意味の整合性単位というものがございまして、それは天然物構造の基盤となる単位となります。で、それを拡張してですね、まあ、計算処理の都合上、タイプ B、タイプ C というのを用意しまして、タイプ B というのは、代謝経路上における出発物質や、経路予測によって、において重要な中間体というのを、選出しました。そしてタイプ C というのは、まあ、タイプ B の構造の一部を変化させた誘導体。例
例えばこのエルトリプトファンの、を脱ヒドロキシしたものとか、エルトリプトファンを脱アミノしたものなどの誘導体というのを勝手に作ってですね、それは、タイプ C というふうに定義したというようなことになります。でそれでじゃあそういうのをどうやって用意したかというと、ケグパスウェイデータベースから作ったんですけど、こちらで、これあるパスウェイなんですけども、この、丸赤い丸印の入ったやつ化合物というのを整合性単位のタイプ B というふうに定義しまして、しました。で例としては、この代謝パスウェイ上の出発物質だと、いうこと出発物質ですとか、あるいはその、構造変化が、大きな構造変化が起こったときに、その構造変化の直後の物質でありますとか、あるいはその代謝経路上の分岐点でありますとか、そういうようなものを、タイプ B の整合性単位というふうに認定しました。そして、タイプ C の、整合性単位というのは、それを構造変化して生成したんですけども、例えば先ほど申し上げたように、エルトリプトファンを、脱ヒドロキシリしたものとか、脱炭酸したもの、脱アミノ、酸化的脱アミノしたものなどを用意、計算して、それをタイプ C の、整合性単位というふうに定義いたしました。それらを、整合性単位のライブラリーというふうに、の中に収録して、することで、765種類の整合性単位での収集をいたしました。でそこからですね、整合性単位予測 の, 流れ図はこういう感じになるんですけども、まず開始、入力、クエリ文章を入力します。それをちょっと順番に説明いたしますと、化学構造をコンピューター上で認識するというふうになってますけど、これは、入力化合物は、主に例えばモルファイルですとか、インチスマイルズなどの形式がありますけれども、どれでも OK です。それを変換して、化合物の構造グラフにします。それでここでは、グラフ構造上の濃度、頂点とエッジ辺がありますけれども、それぞれに、いろんな原子の情報とか電荷とかいろいろ結合指数とか書いてあるわけですね。それを、そういう形に変換します。その時に使ったソフトウェアがですね、フリーウェアの RD キットとかネットワーク X などの、フリーウェアを使っております。で、そこから、コンパクトな整合性単位ライブラリの生成と書いてありますけども、それで、ここで整合性単位群のスクリーニングというのを行って、ちょっと無駄な計算を省くという処理をするんですけども、例えば、ここにクエリー分子がこういう分子であるとすると、整合性単位の中には765種類の整合性単位がございますけれども、その中の全部がこのクエリー分子に含まれているわけではありませんので、まずいらない整合性単位を取り除くということを行います。それで部分構造検索を行いまして、そこに含まれているものを拾い出すと。であとは本当は含まれているんだけれども、ちょっとなんか部分構造検索で失敗する例がありますので、それはある条件を満たした時だけ、包構造性化合物結合の曖昧さを許した部分構造検索っていうものをちょっと行って、そしてその後拾いきれなかったものをもう一回拾い出すということをしています。それでそうすることで、例えばこのクエリー分子の中では、の場合ですと、765種類の中から30種類を含まれている部分構造を、整合性単位として選び出すことができたということになります。で、続いて、フラグメントネットワークの生成と書いてあります。これクエリー分子を整合性単位まで分割して、あらゆる組み合わせをまず作り出すということをやります。それは、整合性単位を抽出するようにクエリ分子を分割するって書いてありますけども、整合性単位、幸運の場合だと30ですかね。違うわ。これ、クエリが違うクエリなんで、またちょっと違う数字になりますけど、それで、クエリ分子はここにあります。そうすると、整合性単位ライブラリから一つ構造を取り出して、部分構造検索を用い、して、一致する部分を探すと、切れる部分が分かるわけですね。そうすると、分割することができます。そうすると、2つの分子に分割できます。で、そうすると、ここが、この赤い部分が、この整合性単位ライブラリに、登録されている分子と一致していますので、これはもう OK ということで、じゃあ、この残る部分が整合性単位かどうかっていうのを判定すると。で、これがもしも違った場合は、もう一回部分、整合性単位ライブラリから何か構造を取り出して、また、部分構造検索を行って、切れる結合を探すと。それで、また切って、今度は3つの分子になりました。そしたら、この青い部分と、緑色の部分、全部整合性単位だということが分かりましたので、計算終了と。そういうことをやるわけですね。でその計算を、ちょっと組み合わせ的に、ものすごい数になってしまうので、どうやって効率的にやるかということを、やると、フラグメントネットワークというのをまず作ります。クエリ文書整合性単位まで分割するということで、これ、ここに長い筒になっているのは、これ、整合性単位ライブラリで、クエリ文書に対して、その、部分構造検索をします。
それで部分構造検索をして、切れる結合を探してブツッと切ってフラグメントに分割するわけですけど、得られたフラグメントが整合性単位ライブラリに存在していれば、ここの、このチェックがついて、で、整合性単位ライブラリになければ、この×印がつくっていうこう表示しているんですけど、この×印がついたやつはもう一回部分構造検索をして、それで、それをちょっと延々と繰り返していくというふうにすると、こういうフラグメントネットワークというものが形成されます。で、それから、どうするかというと、整合性単位組み合わせ候補群の生成と書いてありますけど、整合性単位の組み合わせを最適化するという作業を行います。これ先ほどの、フラグメントで、ネットワークからですね、フラグメントリレーションシップって書いてありますけど、各フラグメントを置き換え可能なフラグメントの組み合わせ群っていうのをちょっと生成するんですけど、例えばこれがクエリ分子だった場合、この1、1、2、3という3つのフラグメントに分ける分かれ方もありますし、2、4、6っていうこれと、この2と2は同じ分子ですね。そういう分け方もできるし、4プラス5って分け方もできるし、いろんな分け方ができるわけですね。で、3は12と39とか15と16とか、そういうふうにすると、こうやって3は12プラス39に置き換え可能だというような形にするわけですね。そういうふうにすると、Q というデータ構造を使っていろいろ置き換えていくことができるわけですね。クエリ分子を1段階分割した組み合わせ群をもとに、より細かい、フラグメントの組み合わせに置き換えるということをします。例えばこの123という、クエリが123という部分構造に分割されたら、その123が、さらに分割可能かどうかっていうのを考える。これはつまりどういうことかというと、12っていうのはすでに整合性単位ライブラリに存在する、フラグメントであるならば、この112はこれ以上探索する必要はなくて、3という部分構造は整合性、単位ライブラリでなければ、じゃあそれが分割すると。で、例えば3を12、39に置き換えるとか、3を15、16、39に置き換えるとか、例えばそういうことをするわけですね。それをフラグメント数が、上限値以下の組み合わせっていうふうにちょっと限定しちゃうんですけども、それで Q の、待ち行列の後ろ側につき、回すわけですね。で、それで得られたこの分割が全て整合性単位に含まれていれば、それは分割不可っていう、というふうに書いてありますけど、そうすればそれは組み合わせの候補であるというふうに見なすわけです。で、そういうふうにすることで、こういういろんな分割の仕方が得られるわけですけど、例えばこの上、一番上の例ですと、得られたフラグメントの総数は3つで、各フラグメント中の原子数が、一番大きいフラグメントの原子数が10個、次に大きいフラグメントの原子数が8個、次が6個っていうふうに、数字がわかるわけですけど、ちなみにこの原子数というのは水素原子を除いた重原子の、原子数ということになります。で、そこでですね、経験的に、周黒鎖の、原子数が多く、つまりこのピンクの数字が大きくて、で、構成するフラグメント数、ここの緑の部分が少ないほど、上に上がるように、前に来るように、相当するようなことをして、これが第一候補ということになります。ここの分け方ですね。で、そして、計算結果を表示するということになりますけれども、それが計算結果は、数字で出てくるんですよ。数字で見せられてもちょっとユーザーには分かりにくいんで、色分けするようにして、で、この赤い部分はこの化合物、青い部分はこの化合物というのをちょっと分かるようにすると。そういうふうにすることで、各フラグメントがどの整合性単位と一致したのかの情報も提供する、できるようになっています。で、じゃあ、この計算方法がどのぐらい正しいかということで、テクパス性の1.10っていうのがありまして、それ、二次代謝産物の、パスウェイなんですけど、それを使って性能評価をしました。そこには1.10のクラスに28個の代謝マップがあって、その中に943個の化合物があります。それ、例えばこの絵っていうのは、実際の結果とは異なって、あくまで説明のための図なんですけど、例えばこの分け方が正しいかどうかっていうのを確認しようと思ったら、代謝パスウェイの1つ前、2つ前とかに遡って、どこの結合が形成されたかってことを見ると、この分け方が正しいかどうかっていうのを判定することができるわけですね。それをちょっとマニュアルにコツコツやるしかないんですけど、そうすると、例えばこれ正しい分け方でした、正しくない分け方でしたっていうことが判定できるわけです。で、あとはここに R というのがありますね。これは歩き歩きという意味で、何でもいいというか、ここはもう特定されていないというか、そういう例がありますけれども、そういう R 期を含む、化合物は残念ながら対象外ということで、それで、代謝パスでマップを見ながら評価しました。その、評価の結果として、
95.8%、943化合物中903個は、まあ、正しく分割できたというふうに、まあ、判定しました。それとこれのグラフでは横軸が代謝マップ、チェグのパスウェイの代謝マップの ID で、縦軸が、まあ、予測正答率で、あとこれの平均を取るとこれ95.8%なんです。まあ、平均以上カバーできているのが、まあ、こんだけあって、平均よりも、まあ、満たないものがちょっと赤っぽくなってるんですけど、まあ、この辺の、これがちょっと、まあ、正解率が良くなかったということになります。じゃあ、予測できた化合物の例としては、まあ、こういう、まあ、複雑な骨格の化合物があるわけですけど、この赤い部分が例えばこのトリプトファン由来で、この緑の部分がプロリン由来でみたいなことが、まあ、わかるわけですね。で、これも、このよくわかんない化合物ですけど、この赤い部分がこの、パスパリン由来で、で、それで、ここの青っぽいのと緑っぽいのがこの DMADB と、DMADB が実はこれも出てくるんですけど、まあ、そういうことが、まあ、これがその予測できた、ちゃんとできた化合物の例ですね。で、予測できなかったものももちろんあるわけですよ。それは40化合物ありますが、その失敗の原因というのもちょっと調べてみました。まあ、そこで一番大きかったのが、ちょっと部分構造検索がちょっとうまくできないというのがたくさんあってですね、それについてちょっと見てみますと、その部分構造検索は RGKit というフリーウェア使ってるんですけども、その RGKit はですね、方向属性の結合を認識するときに、まあ、厳しく見すぎるという、厳しすぎるという欠点があって、整合性反応ではですね、有機化学とかと違って、結合の転移や変換によって方向化とか脱方向化が頻繁に起こるという特徴があります。それはちょっと有機化学ではなかなかないんですけど、それが、まあ、アルディキットはどっちかというと有機化学向けなのかなとか思ったりするんですけど、アルディキットでは方向属性の結合と通常の単結合の重結合を区別される、まあ、区別するのは当たり前なんですよ。ちょっと区別が厳しすぎるところがあって、で、それが原因でですね、例えばこの、パパベリンという、分子は、こういう赤い部分と緑の部分がメインになっていて、で、その DHPAA とドーパミンから、まあ、来てるんですけど、まあ、そういう整合性単位をちゃんと予測することが、まあ、ここを崩したら方向属性が崩れるわけですけど、まあ、そういうようなものがなかなかうまく判定できなかったという結果になりました。で、解決策としては、まあ、RGKitに頼らない、方向属性の結合と通常の単結合に重結合をマッチさせるようなメソッドを開発するっていうしかないかなっていうふうにちょっと思ってるんですけど、それ以外のもうちょっと難しい原因としては、このゲットサブストラクトマッチっていう、まあ、これまた RDKit というツールのメソッドを使ってるんですけど、複数の部分構造とマッチする可能性があっても先頭の結果しか返さないという、そういう仕様があるんですね。それがちょっと問題な例がありまして、例えばこの化合物の、緑の部分が、まあ、整合性単位として、まあ、これはいいんですけど、この、あとこの長い分子、この、カダベリンの誘導体という部分がですね、まあ、単純すぎてですね、いろんな可能性を考えることができるわけです。この、この赤い部分の候補があるわけですけど、それがですね、この中の1番しか返さないと。で、正解は確か3番だったかな。だからそういうのがあってですね、それがなかなかこのゲットサブストラクトマッチというメソッドでは使えなく、検出できなくて、ゲットサブストラクトマッチーズという似て非なる関数があるんですけど、まあ、それを使えば解決できるんだと思うんですけど、ただこれ全ての化合物についてこのメソッドを使っていると組み合わせ爆発が容易に発生して計算量が大変なことになってしまうので、この、まあ、使いどころをちょっとどういうふうに制御しようかなっていうことがちょっと難しい課題になっています。で、あとは、苦手だったマップがこういう特別に苦手だったものがあって、マップの00333というマップが、じゃあどんなマップかっていうと、結局これ、方向属性の結合を持つことが原因ということで、このような化合物を予測したら、予測結果はこうなるんですが、まあ、理想、あ、まあ、実際のっていうか、これ、本当はこうなんですね。この赤い部分がプロリン由来で、ここが セリン、緑がセリンで、青がマロニル ACP 由来なんですけど、まあ、そういう予測にはちょっとならなかったと。まあ、同じ原因ですね、方向属性が問題だということになります。
あとあの時間について計算時間についてなんですけど、あの871化合物、これはあの 92.5% に当たりますので、それがあの1分以内に終了しました。で、まあ、なので、まあ、ほとんどの化合物に対しては1分以内だったらまあ大丈夫、許せるぐらいかなというふうにちょっと思っています。まあ、組み合わせ爆発を、まあ、ほぼ全ての化合物について回避することができたと。あと5分以上かかったのは14化合物ということになります。これというあのここに書かれているグラフはですね、あの左側があの正解を計算することができた化合物で、右側があの、まあ、正解を計算できなかった、あの当たらなかった化合物についてその時間依存性を見たんですけど、横軸が原子の数、水素原子を除いた原子の数で、あと縦軸がまあ何秒かかったかとかって対数表示になってますけれども、ということで、まあ最大で3705秒、あとはこれと計算に失敗した方もですね、ものすごい時間かかって計算失敗したわけじゃなくて、ちょっとあの35秒ぐらいであのおしまいになってるんですけど、まあ、この辺ちょっとあのもうちょっと時間かければ、まあ、かけて見つけることができるようにするといいのかもしれないですが、ちょっとまだこの辺検討中だったりします。ということで、結論になりますけれども、研究結果成果のまとめとしては、二次代謝産物を整合性単位まで自動的に、分解するソフトウェア開発しました。これはですね、現在あの、PyPI というあの Python というプログラミング言語のライブラリーとしてあの、まあインポート可能なようにちょっと調整しています。で、あとは、KEG パスウェイに収録されている、943化合物のうち、95.8% に当たる903化合物に対して正しく予想できました。で、あとは、92.5% の化合物に対して1分以内に計算終了しました。で、あとこれ今論文投稿準備中になっております。で、今後の課題としてはあの先ほど、説明しましたが、部分行動検索メソッドをどうにか良くしたいというのと、あとはですね、これを利用してですね、あのどのような整合性単位に分割できるかということはある程度正しく予測することが可能になりましたので、次はその結合する順番ですね、それが分かればもうほぼあの代謝経路の予測に、まあ、したのとほぼ同じだと思いますので、あの整合性単位がどの順番で結合していくかを予測する手法というのを開発に取り込んでいます。で、あとはまあこれと、まあ、あの願望にすりなくてあの、まあ、変なことを言ってるかもしれませんが、質量分析で得られるフラグメントの解析にも応用できるのかな、鉄でよく分かんないんですけどというようなことを考えております。ということで、発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。